はい、皆さんこんばんは。今回から新企画、エギング日記。日記帳ですね。この日記帳に書かれたミッション、これをクリアしないといけないっていう、メンバーで日記を交換していくみたいな企画になります。で、今回一番手ということで、何もまあミッションが書かれてない状態なんで、ここから僕がエギングやってイカを釣って、次の方にミッションを出して、そのミッションをクリアしてもらうっていう、こういった流れでやっていきたいと思いますので、皆さんご視聴よろしくお願いします。エギング日記。2023年7月28日若潮、17時50分満潮、現在19時、夕間詰めと下げ始めの潮を狙ってのエギング調校。はい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 、やってきましたよ。ちょっとね、先行者がいらっしゃるんでね、静かにやっていきたいと思います。エギング日記ってことでね、僕からスタートしていきたいと思います。ヨウドリのね、アオリキュー 3.5 ノーマルタイプは、こちらからやっていきたいと思います。500ぐらいね、釣れてくれたら嬉しいけど。2023年7月28日若潮、23時20分干潮、現在22時、干潮潮止まり前に回遊するイカを狙う。夕間詰め釣れたけど、もうちょっとサイズの欲しいなと思って、400ないぐらいだったんですよ。まあ、一番手の僕のね、今回の日記のタイトルはエギングを楽しむっていう、はい、釣りの基本でしたいね。ちょっとスローでやってみようかな。潮が今ねちょっと緩い、やっていきましょう。天気がいいんだもんね、夏以下は。へい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 、いいんじゃないの、いいでしょう。よいしょ、エギング日記一番手ということでね、ちょっとね小ぶりだけどね、ゲットしました。400ないぐらいか、一番最初の企画なんでね、美味しくいただきたいと思います。エギはですね、こちらアオリキュースローの 3.5 号、ケムラカラー、こちらです。エギング日記。いや、スロードンピシャやったね。スローに変えて一撃でしたね。楽しいわ、やっぱりエギング。もう僕は楽しんだんで、無事ミッションクリアということで、動画は以上となります。次はね、誰にこの日記が渡るのか、そしてミッションは何なのか、こうご期待ということで、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。Mm-hmm.